さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ、ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、今回は来週末、現地時間12月2日の土曜日、日本時間では12月3日日曜日のお昼頃、ダゾーンにて行われるスーパーライト級の12回戦、ライアン・ガルシア対オスカー・ドゥアルテの一戦の勝敗予想をしていきたいと思います。もう気がつけば11月も終わりかけてきていて、来月が終わればもう新年ですよ。本当あっという間に今年も終わりを迎えようとしていますが、残すところ約1ヶ月となった今年もまだまだ楽しみな試合が控えていますよ。今回話をしていくこのガルシア対ドゥアルテ戦は、来月12月に入って一発目のビッグマッチと言えますよね。試合自体はノンタイトル戦ですし、特段世界タイトルマッチのような冠はついていないんですが、王者でなくても世界的超人気ファイターライアン・ガルシアの試合ということで、日本からも注目をしている方が多いんではないでしょうか。まあ、インスタのフォロワー数なんと1000万人超え、現在25歳のメキシコ系アメリカ人ファイターライアン・ガルシア、現在の戦績24戦23勝 19KO1 敗。もうこのチャンネルでは何回も名前を挙げてきている選手なんで、その度に同じ話をしているような気もしますが、7歳という若さでボクシングを始め、アマチュアボクシングのナショナルチャンピオンシップでは15度の優勝、アマチュアのトータル戦績230戦215勝と、プロ転向前から凄まじいキャリアを積んできている甘いマスクのイケメンファイター。2016年17歳の頃にプロデビューをすると、4回戦時代6回戦試合とほぼ全ての試合を KO 勝利で飾っていきます。で、2017年9月に行われたキャリア第11戦目では、初めての8回戦となるミゲール・カリゾーザ戦で1ラウンド KO 勝利。この試合でスーパーフェザー級の NABF 北米ジュニア王座を獲得しています。まあ、この頃はスーパーライト級よりも2つ下のスーパーフェザー級を戦場にしていたわけですね。さらに2018年の5月キャリア第15戦目で世界挑戦経験のあるジェイソン・ベレスに判定勝利。その後ライト級に階級を上げてからも順調に全勝無敗レコードを積み上げていきます。ライト級ではロメロ・デュノ、フランシスコ・フォンセカといった強敵相手に1ラウンド KO 勝利を収め、2021年1月にはロンドンオリンピック金メダリストのルーク・キャンベル相手に7ラウンド TKO 勝利を収め、ライト級の WBC 暫定世界王座を獲得。まあ、派手な言動や SNS の活用によって普段ボクシングを見ない層からも大きな注目を集めていること、そしてファイターらしからぬ容姿端麗な姿から、彼のことをファイターというよりインスタグラマーだとか人気だけの選手だなんて揶揄する声も一定数存在しますが、まあ、やはり改めてこの実績を振り返ってみるとすごい選手。貧困に苦しむ家庭で育ち、7歳の頃からボクシングに人生をかけ、フェザー級やライト級付近の階級でアマチュアでもプロでもこのレベルで実績を残すことの難しさを理解していれば、ボクサーとしての彼のこともしっかりと評価をする必要があると僕は考えております。まあ、普段テレビに映るような超トップレベル級のボクサーたちの試合ばかりを見ていると、それが当たり前かのように感覚が麻痺していくこともあると思いますが、当然そもそもそういった大手配信元から試合が放映されるような選手はその時点で基本的に全員とんでもないんです。その裏にはほとんど誰にも知られることなく夢半ばにキャリアを終えていく選手たちがたくさんいる。そういう意味で当然ボクサーとしても、あるいはリング外のインフルエンサーとしても大きな支持を得ているガルシアは、長い年月をかけてしてきた大きな努力に支えられているとてつもないスター性を持っている方ですよね。まあ、それだけ大きな影響力を持っているからこそ、僕のような一般人には理解のできないような悩みも多くあるはず。ルーク・キャンベルとの試合後、精神的な病を理由に1年3ヶ月近くボクシングのリングを離れ休養期間を設けたこともありました。
しかし2022年4月、エマヌエル・タゴエ相手に判定勝利を収め復帰に成功。ここから階級をスーパーライト級に上げていますよね。さらに2022年7月、元スーパーフェザー級の世界チャンピオン、ハビエ・フォルトナに6ラウンド KO 勝利。そして今年2023年の4月、もう一人の世界的スーパースターである、あのガーボンタ・デイビスと、全勝無敗同士のスーパーメガマッチに挑み、結果は残念ながら7ラウンド KO 負け。大きな挑戦をしに行った結果、キャリア初の黒星を喫してしまいましたが、なんとこの試合は120万件以上のペーパービュー売り上げを記録。ビジネス的な側面から見れば、スペンス対クロフォードをしのぐぶっちぎりで今年最大のビッグマッチとなったとんでもない試合でした。まあ、このデイビス戦は若干ガルシア側にとって不利とも言えるライト級寄りのキャッチウェイトバウトだったわけですが、このキャッチウェイトでも本当に強いやつに挑みに行く、本当にファンが望んでいる試合を実現させに行くというガルシアの姿勢、すごくかっこよかったですよね。これがあったからこそここで火がついて今年のボクシング界が盛り上がった。この部分での彼の功績は非常に大きいと思います。で、このデイビス戦での負けからトレーナーをデリック・ジェームスに変更しています。まあ、このデリック・ジェームスといえば、あのエロール・スペンス・ジュニアやジャーメル・チャーロのトレーナーとしても知られている現役最高峰のボクシングトレーナー。このトレーナー変更によって12月2日、まあ、初の敗北を経験して強くなったニュー・ライアン・ガルシアを見せることはできるのか、ここに大きな注目が集まっているというわけです。そして今回そんな世界的超人気ファイターライアン・ガルシアと激突するのが、好戦的なメキシカンハードパンチャー、オスカー・ドゥアルテ。現在の戦績28戦26勝21 KO 1敗1引き分け。年齢はガルシアよりも2つ年上の27歳ですね。ドゥアルテの場合、11歳でボクシングを始めており、地域レベルのアマチュア大会や自国メキシコのナショナルチャンピオンシップでも優勝した経験があります。で、プロ転向したのは今からちょうど10年前の2013年、キャリア第3戦目、キャリア初期の4回戦時代に1回引き分けを経験していますが、そこから5年間は13戦連続勝利。2019年2月に行われたWBC 系列の北米タイトルマッチで、エイドリアン・エストレラという選手に2対1の僅差判定負けを喫していますが、プロキャリアの中で負けた試合はその1試合だけ。そこから現在に至るまで、なんと11戦連続 KO 勝利中という、まあ、ガルシアにとっても非常に危険な相手ですよね。で、このドゥアルテもガルシアと同じく基本的には1つ下のライト級で戦ってきた選手。キャリア初期を除けば、まあ、ほんとずっとライト級でやってきているんで、まあ、この試合以降どうなるかは分かりませんが、今回がスーパーライト級に転級してからの初めての試合という、まあ、そこで人気ファイターガルシアとの試合を手に入れたわけですから、この試合にかける思い、気合の大きさというのはドゥアルテのキャリア史上過去最高と言ってもいいんではないでしょうか。まあ、知名度だけで考えれば当然圧倒的にガルシアの方が上ですし、そこまでドゥアルテのことを知らない人はガルシアが勝って当然の試合だろうと思っているかもしれません。だ、やっぱり26勝中 21KO、 世界レベルの選手との試合は今までしたことがありませんが、中南米圏とか北米圏クラスのタイトルマッチに出るような選手には勝ってきていますし、しかも直近11試合すべて連続 KO 勝利を収めてきているわけですからね。まあ、ハードパンチャー同士、お互いに一発当たればわからないぞという高い緊張感が楽しめる試合になるはずです。で、まあ、ボクサーのタイプとしてはライアン・ガルシアは、あの殿下の宝刀、左フックカウンター一発で相手を沈めるカウンターノックアウトアーティスト。若干直立姿勢気味で上体の動きの引き出しに幅がなかったり、サイドへの動きには穴があったり、またはガードの低さなんかを指摘されることもありますが、それでもやっぱりあの左フック、そしてボクシング界最高クラスのハンドスピードというのは大きすぎる武器。あれがあるからこそデイビスとの試合だってガルシアにチャンスがあると見る声があったわけだし、
まあ、今後誰と戦うにしてもガルシアだったら何か起こしてくれるんじゃないか、そんな期待感を持たせてくれる選手ですよね。で、対するオスカー・ドゥアルテは非常にメキシカンファイターらしいハイガード中心のプレッシャーファイタータイプ。ガチッとガードを固め、左右に頭を振りながら前進を続け、押し込まれた相手がロープ際に詰まれば硬そうな左右のフックをブンブン振り回してくる。すごく攻撃力の高いタイプ。ただスピードに関してはガルシアの方が上だし、フック系やオーバーハンド系のパンチを起点に突っ込んでくることが多いんで、パンチの打ち始め、ガードがオープンになる瞬間がある。あそこを狙われてガルシアの左フックカウンターがヒットする場面は想像がつきますよね。ただすごく体は強いし、サイズも小さくはない。中間距離から戦うことを好むガルシアにとって、ドゥアルテのように高い圧力から距離を詰めてくる相手、しかもそこまでサイズ差を生かせない相手とやった時、今までのように行くんだろうか、ここに勝負論が生まれてくるわけです。まあ、ガルシアの方はスーパーライト級に階級を上げてからかなり時間が経っているし、フィジカルも強くなってどんどん体も大きくなっていってるはず。プラス新トレーナーのデリック・ジェームスと組んでからのトレーニング映像もいくつか出回っていますが、あれを見る限りパンチを打つ時のガードポジションの改善、あるいは少し膝を落とし重心位置を下げて体が浮きすぎないようにしている努力も見受けられますよね。なんで意外とあのドゥアルテの圧力にも押し負けず、逆にガルシアの方がどしっと構えプレッシャーをかけに行くという展開もありえるんではないかなと思っています。ガルシアのプレッシャーにドゥアルテが焦りを感じ、なんとか状況を打開しようと雑な形で踏み込んでいけば、その隙を狙ったガルシアのカウンターが炸裂するかもしれないし、逆にドゥアルテのプレッシャーがうまく機能してガルシアが常に下がらされてしまうような展開になると、ドゥアルテ有利の流れになっていくのかなと。ちなみにボクシングのオンラインベッティングが楽しめるステークが、この録音現時点で出しているオッズではライアン・ガルシアの勝利が 1.22 倍、対するオスカー・ドゥアルテの勝利が4倍ちょうどとなっております。やっぱり人気ファイターで知名度や実績に勝っているガルシアの方がフェイバリットオッズになっている。ただ両選手ディフェンスには穴がある部分もあるし、逆にパンチはとにかく強いんで、まあ、お互いのディフェンスをついて先に当てた方が勝つみたいな、僕は意外とどっちにも勝機がある試合には見えているんですよね。ドキドキしながら見る試合にはなると思いますが、そんな一戦をより熱中しながら見るためにも、この試合の勝敗予想をしてステークでベッティングをしてみたいという方がいれば、ぜひこの動画の概要欄に貼ってある30ドル分のファーストベットボーナスがゲットできる特典クーポンコードも使ってみてください。このコードを使えば、仮に初めてのベッティングを外してしまったとしても約4000円までそのベッティングに使った軍資金が丸々返ってくるんです。4000円までのベッティングだったら負けるリスクが一切なくなるという非常にお得なボーナスなんで、ぜひこちらのボーナスをゲットした上でステークでのボクシングベッティングをお楽しみください。さあ、ということでこの辺りでそろそろ僕の勝敗予想もシェアしていこうと思いますが、今回の僕の個人的な勝敗予想はライアン・ガルシアの3から5ラウンドくらいでの KO 勝利としておこうと思います。まあ、ここは僕はガルシアに勝ってほしいという気持ちも大きいんですよ。ただ正直知名度の差以上にガルシアにとっては危険な試合だとも思っています。たまとはいえガルシアのハンドスピードやカウンターセンスというのは間違いなく本物で、本当に超一級品のものを持ってるんで、今回もそういった部分が光るような試合になるんではないかなと。まあ、序盤の 1,2 ラウンドはドゥアルテも積極的に出てくる気がしていますが、そういった中で距離が詰まった際のパンチ交換の場面、ここでまずガルシアの左フックか左のボディショットが結構いい形で入って、ドゥアルテの方はこれを効かされ好きなように前には出られなくなる。そうなれば今度はガルシアの方からプレッシャーをかけに行き、最後は焦ったドゥアルテの入り際に合わせてカウンター一戦でフィニッシュみたいな、そんな感じの展開を予想しています。ガルシアの場合左フックだけでなく右ストレートカウンターも強力な武器だし、デイビス戦の負けを経験して新たな武器を磨く練習もしてきていると思うんで、
そういったところにも注目をして見ていきたいなと。ただ間違いなく今回勝てば、より大きく人生が変わるチャンスを手にしているのはオスカー・ドゥアルテの方。ドゥアルテの方はめちゃくちゃ高いモチベーションを維持していること間違いなしです。逆にデイビスとのビッグファイト明けのガルシアにとって、知名度には大きく劣るドゥアルテとの試合に向け、しっかりとモチベーションを保てているのか、デリック・ジェームスとの新たなチーム編成がいい方向に機能しているのか、いろいろと不透明な部分はありますよね。だからこそ試合を見てその答え合わせをするのが楽しみになるんです。まあ今どんどんと盛り上がってきているスーパーライト級戦線において、スーパースターライアン・ガルシアの活躍は大きな鍵。個人的にはこのガルシアにもできればチャンピオン、この階級における主役キャラクターの一人になってもらって、どんどんボクシング界を盛り上げていってほしいんで、今回はガルシア応援で試合を見ようと思っています。またして皆様はこの試合をどのように見ているでしょうか。今回の放送はこの辺りで終わりにしていければと思いますが、今回話をしてきたスーパーライト級の12回戦、ライアン・ガルシア対オスカー・ドゥアルテの一戦について、皆様それぞれが考える勝敗予想や展開予想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければ Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録やいいね、スーパーサンクスもしていただけると幸いです。ステークでボクシングベッティングをする場合、概要欄のクーポンコードを使って30ドル分のファーストベットボーナスをゲットするのもお忘れなく。ではまた次回の放送でお会いしましょう。